人生を奏でる今日のゲストは株式会社セブンス代表取締役の渡辺一美さんです、はいえー、今日はですね人生を奏でる先生の Amazon、えーえー、の話をお聞きした、はいというよりも、はいまあ、先生がその Amazon に行って知的世界を、はいまあ、どのようにイメージしたかとそのいきさつをちょっと教えていただきたいと思います。あそうですかはい えーあのー、地底世界と言いますと普通にあまり聞き慣れない言葉ではないかと思うんですが、はいえー、南米ではそのインカ文明あるいはアマゾンのたくさんいろいろな先住民族の方々いらっしゃるわけですが、えー、地底都市伝説というのが南米中にあるんですね。はい、でこのの宇宙というのは あの上中継と、はい、上空の世界、はいえー、日本の言葉で言ういうと、高天原と言っていいんでしょうかね、ねはい、そういうとこの中のわれわれが住んでいる中間の国と、それと地底の世界があるということが非常にもう、当たり前のようにど,どこに行っても皆さん、えー、おっしゃるわけですあブラジルではそういうふうに、当たり前これはペルーでもあーあ、ま、南米広くうそういうふうに考えられていると。 言っていいと思うんですね<ー>で上中下とこの宇宙は当然ながら上中下と三段ぐらいにこのお世界というのは区分けされていて、はい、でこれは勝手に交流はでできないわけですあ地底世界というのも閉ざされてる、うん、でそこの、まあ、岩戸を開くというんでしょうか、うんまあ、そういう交流する時代が間もなくやってくるということもまたあと向こうの方ではよく説かれてる。 話なんですねで、これを開くには鍵が必要だと、はい、でこの鍵がどうも私は日本から向こうへ訪ねて通算10年ぐらいおったんですけれどもどうも日本が大いに関連がありそうだということを向こうで聞かされるわけですねでこれが日本の神道仏教でもずっと言われてきた とびらき、あるいは魅力の時代の到来ということと非常に、えー、関連性があるというふうに、まあ、感じております、はいえー、と申し遅れました、きょうはあの渡辺和美先生なんですけれども、ちょっと先生、プロフィールを、はいえー、お願いします、えー、私はもともと農林技術系の仕事を長く携わっておりまして、えー、学校出ましてからブラジル、アマゾンの方で、 えー、農林技術の仕事を通算10年ほど携わっておりました、はい、でもともとそういう専門として仕事をに入っていたんですけれども、まあ、私が赴任しましたあ時期はちょうど80年代から90年代、えー、地球環境の問題これがクローズアップされてでリオデジャネイロの地球サミットですね ああいった 20, 世20世紀最大の民間の NGO 会議も当時持たれた会議だったんですねで、まあ、そういう時代と重なってましてでちょうどその時期に私アマゾンで植林とか環境の関連の仕事をしていたものですから、まあ、そういう分野にかなり関わるようになったんですけれども、まあ、それから96年に向こうの仕事を一段落して、えー、日本に帰国しまして。 それから環境から平和問題を含めた活動に携わるようになりまして、今に至っております、はいえー、と会社の、えー、名前は、えー、とセブンえあの、2年ほど前に、えー、セブンスという会社、株式会社を立ち上げしております。でそれのの販売するものは え健康食品ですね、はい、コーラニンジンを中心にご紹介させていただいていますで今五反田の方で販売という形です、ねはいえー、そうですねそれは、えー、インターネットでも販売されてますホームページで見ていただけますわかりましたどうもありがとうではちょ,ちょっと話がまた元に戻りますがそのアマゾンの,その先生が赴任されて、えーはい、アマゾンでその地底世界とかそれから 界界みたいな世その3つの世界があるということを大体お知りになったと思うんですけど、ええ、そこのいきさつってのはどんな感じだったんですか、ね、これはですね、私はもともとそういった文明のルーツとか、あの古代の文明とか、そういうものに関心があって、でまあ、これを探し求めた20世紀最大のアマゾンの探検家と言われた、パーシー・ハリソン・フォーセットという探検家がいたんですね。はい でこれはイギリスの陸軍大佐だった人なんですけれども20世紀の初頭にアマゾンの残してコムの木が発見されて、はい、でこれが当時ちょうどこの第二次産業革命ということで自動車が、えー、はあの生産されるようになって、はい、そのタイヤに必要だったんですね、はい、それでたくさんそれを求めて人が入るようになって。 でペルー、ボリビア、ブラジルの国境紛争が持ち上がるわけです、それでイギリスの王立地理学協会というところに、えー、信頼のおける技師を派遣してほしいという要請が出るんですね、それで派遣された探検あの技師がそのフォーセットという人だったんですけれども、<ー>これがやがて南米を広く統査してで、そういう古代の文明を探し求める、そういう探検家になるんですね。 1925年に最後の探検に出かけて、はい、でもう二度と戻ってこなかったんですね、はい、でこれはまあ一つのミステリーとして非常にセンセーショナルな話題になってで、まあ、それの追跡探検もたくさん出たりするんですけれども、まあ、これがスピルバーグ監督にインスピレーションを与えて、えー、インディ・ジョーンズのシリーズができたとも言われている、はい、まあ逸話なんですけれどね、はい、じゃあそれからです、ね、先生がその 天,天上界、まあ、現状、えー、それから地下の世界ということを、はい、そのお知りになった文献みたいなものとか、ございますかこれはあの、インカ文明に詳しい方々は、はい、一つの神話あとして伝えられた、そういう伝承を持ってるわけですね。あ伝承ですか。えー、それとお、まあ、南米では今現在でもたくさん先住民系の方々。はい その間ではう、えー、ういう同じことがやっぱり唱えられてるパターンが多いんじゃないかと思いますあそれをお聞きになって、ええ、じゃあそこから興味を持って、えええー、先生も探検というかその奥地まで入りになったってことですか私もひとときその足跡を追いかけてで日系移住者があまり行かない奥地なんですねでそういう場所を訪ねてで NGO を当時やってましたので その拠点を設けて、まあ、しょっちゅう調査に訪ねたりしていた時期もありましたそれでリ、はい、そ,その地下の世界というのはどういう、はい、イメージをお持ちですか、はい、これはですね、まあ、あのスピリチュアルな非常に空想的な、まあ、異次元の世界というか、はい、霊的な世界という捉え方もありますし、はい、現実に我々がこうお体肉体を持っていける、はい 別の時空間といいますかそういう世界だということもいろんな捉え方があるんですねでも現実にそういう、まあ、我々の一般常識ではちょっとなかなか把握できないような、えー、その地底世界を訪ねてきたという話もたくさんあるんですね例えば具体的に一つ例を挙げていただくとそうですねこれは えー、例えば、1970年代からまあ90年代にかけて、現実にそういう世界に行って戻ってきたと、でそれを初期に表している、そういう方ともまあ向こうで、えー、出会う機会があったり、そういったことを通してです、ね、やはりこれはあいろいろなことが説かれてますけれども、単なるその妄想とかですね、あるいは、 あ奇抜な、この根拠のない話ではないなと思わせるものがたくさん、南米にはあります例えばその僕なんかは芸術品として、まあ、インカの黄金のマスクだとかね、そういうものをよく見ますけどもね、ええ、まあ,あとプレインカとか、そういう時代のものは。ええええ 現実に出動してますからね、それはもう物的証拠としてありますから、ええ、でそれ以外になんかその物的証拠みたいなものとか、例えばモニュメントみたいなものとか、建物とか、そんなものもあの先生は、えー、実際に見ていらっしたんでしょうかこれはあのーまあ、異物、超古代の、はいはい、でもその時代にはもう、今の考古学的な常識で言ったら、とてもありえないようなもの、大パーツとも言われてますよね。 こさんらかの機械の部品ですとか、おなんていうんですかね、この銃みたいなものとか。はい、僕が前、ちょっとテレビで見たんですけど、インカの人みたいな人がロケットに乗ってなんか操縦しているようなレリーフみたいなのがあったりとかしました、ええ、ああいうものなんでしょうかね。ええええ えそうですね、まあ、そういう壁画みたいなものは、奥地の一部の場所にはあ残されてますね<ー>で、これは、インカにはまあ文字がなかったと言われてるんですけれども、はい、実際にはアマゾンのもっと古い時代には、そういうその文字と判断されるようなものを、あるいはその、ペトルグラフと言われてる、はい、韓国文字と言われてるようなものとか。はいはい これれは広く発見されてるんですね,ですねで、ま、文字と言っていいのかその象徴的な図形と言っていいのか分かりませんけれど、まあ、そういう研究は南米でもあの非常にまだあ一部の、はい、特殊な分野として、はい、研究者が非常に少ないんですね。一説ではこれは日本のおー古代の文字、はい、日本にはま漢字以前に文字はなかったとも言われてますけれども。はいはい 実際には神尾文字という超古代の文字があったという説もあって、それでひも解いていったら、向こうの,そのペトログラフの文字も意味が解けるというような研究もあるようですね僕の知り合いに、ホスマスタイという、やっぱり日本の、もう、元古代ですね、今の危機にある自在領、もっと前の。 文字とか文言を研究している方、が先生がいらっしゃるんですけど、そういうことでしょうかね実は南米の,そのペトログラフを研究している方々は、まだ本当に少ないんですけれども、そういう方々、本当の地球の歴史、これが今の,その学問で信じられてる、説かれているようなものとはかなり違う可能性があると。 ということを説く方々が出てきてきるわけですねあそ,ですでその<え>まあヒントといいますかこれはそういったあの実地の検証とともに、はい、そういうその古来の文字のに関わるその資料それを検証していかなきゃならない、はい、そうなると日本の発末体のみならず、はいはい いいろろな古文献で、はい、そこに伝えられてきた神尾文字、はい、太古文字、はい、これらが非常にそういうそこにヒントがあるということも言われているわけですねですから日本の、まあ、今の学問の常識でいうとやはり中国からいろいろな文物を輸入して日本文明というのは発展してきたとところがその前はまあ縄文と、はい、もっと未開な時代が長く 続いて、はい、それからだんだん発展してきたというふうに普通は考えられてきたわけですけれど、はいはい、実はその縄文以前の太古時代にですね今の我々の常識をはるかに超えたものが存在した可能性があると、はい、でなければそういう紙を文字ということも決して肯定はされないと思うんですけれど、はい、まあ何らかの根拠があったはずだと、はい、まあこれは。 え先生から聞いたんですけど、その危機の時代よりは、せいぜい平安とかね、うん、あそこら辺ですよね、成立した年代がですね、それ以前のほつまったいということで、そのもっと昔の日本の古代の話から、えーえー、そのぐの危機に変わるまでの間のことをほつまっいで伝えてるとか言われて、えーえー、ああ、そうなんですかって聞いてたんですけど、えーえー、まあ、そういう。 ホーツマもその一つであ,ることあの、まあ、いろいろ日本の古文献や古、うんうん、コ古伝コの研究者の方いろいろな検証があっていろんな分野があってでまたいろんな説があると思うんですけれどはい、はい、それをトータルに総合して何があふれ出てくるかと、うん、いうことがです、ね、これは日本の歴史にとどまらず、うん、う世界にとっても非常に重要な研究になりえると思うんですね。<ー>というのは さっき言いましたアマゾンにもそういう非常に古代の古い文明の痕跡があると、はい、けれどもこれは向こうだけで分かる解明できることではなくて日本とのそういう比較対象検証によって初めて明らかになってくるというふうにも言われてます例えばあのゴンドワの大陸とか、ええ、ああいうその昔大陸が一つであったと、はいはい、それがその地球のマントルの移動によってこう分かれてっていうようなこともやっぱりそれもやっぱり 実は先ほどの探検家フォーセットが探し求めたアマゾンの口、はい、マットグロスト地方といいますけれど、はいはい、これはブラジル高原に属する、はい、土地がかなりあるんですね、はい、でブラジル高原中央高原というのは今あのお話に出ました太古のコンドワナ大陸ですとか、はいはい、まああのこの我が今住んでる地上のこの陸地というのは 多かれ少なかれもう何万年にわたる天変地異によって沈ん,で、はい、沈んだり浮上したり、はいはい、そういったことを繰り返してきたと、はい、ですからヒマリア山脈のてっぺんアンテソンのてっぺんにも貝の風が出たりするす、ね、これは海の底に昔あったということになるわけですねところが一度もそういうあの水面下に沈まずに存在し続けた大陸一番古い、はい、その 大陸,大陸ですねこれ南米の奥地はそういう場所がひ大きいと言われてるんですねです,ですからまあ一番古い文明の痕跡を求めたら、えー、そこに何らかのものがある可能性があるとつまり<う>あの海水に浸されてない、はいえー、地球上で最も古い文明の痕跡ですね痕跡があるところではないかということで、はい、なるほど <laughs> じゃあそこで、えー、と先生はいろいろ探検なされて それでまたこのそれが日本のえ例えば、神道とかそういう形にだんだん結びつくと思うんですけども特にあの神社とかそう,いうののですね、天岩戸の伝説ですよね、の岩戸の伝説とかそういうものに結びつくと思うんですけどもさっき先生がおっしゃられてたその天の岩戸の伝説、いや、もう伝説じゃないかもしれないですけど、そういう話はどういう。これはですね、はい あのえー、上中下とこの宇宙は上中下と三段の構造に分かれているとで我々中津国中の国に住んでますけれども地底の世界と上天とこれは閉ざされた交流がなかったわけですねでこの度のこの全地球的な岩と開きこれは日本の神話にも言われてますけど地球の裏の南米でも同じことを 解かれてるわけですねですこれから岩戸の岩戸開きがありますと、うん、でこれはあの、まあ、その重要な鍵をです、ねはい、日本が授かっていると、<ー>そういう可能性が高いのでということも、まあ、私は聞かされてきているわけですね、うん、でこれによって、上中下と閉ざされた3層の世界がすべて開かれて交流するようになるということを言っていると思う です,ね、ですから、これは空想的、理念的なものでもなくて、現実にそういうことが起きてくると、そういう可能性がもう高い時期に我々は今、生かされているということが言えるんじゃないかと思いますその天の岩戸が開かれるということは、どういうことが起こるんですか、ねうん、これは、まあ、あの地球の歴史上の、今までのなんていうんですか、古い時代が終わって、はい、新しい時代に入ると。うん いいいいうふううふに言い換えてもいいと思うんですねでこれは世界中の宗教、はい、世界宗教と言われているキリスト教仏教すべてそれを予言してきているわけですはい僕も聞いたことありますねキリスト教で今まさにそういう時代に入ってきているということで、えーまあ、日本が非常に大きな鍵を授かっているというふうに海外ででも言う方が多いです例えばその天の岩戸が開かれたとか、はい、キリスト教でいうまあ 召し上がりするという形で開かれた世界っていうのはどういう世界なんですかすごくあのいい世界なんですかそれともまだまだいろいろとあるような世界なですかま,あまだあのお日本の古来からのお神事によってわれてるところではあ大選択があるだろうとああ人の魂とこの形ある世界の大きな選択が起きるだろうとみそぎ払いが起きるだろうと、ん。うんうん いうことこも言われてます、ね、例えばその、キリスト教でいう、聖書でいうノアの箱舟なんていうのがありましたよね、えーえー、それはやっぱりその、ある特定の人間とか動物たちを選別しておいて、えーえー、あとの人間は消滅という形になったわけですけれども、えー、そんな形もあり得るということでそのあたりはあの分かりませんけれど、まあ、大きなとにかく選択、大、まあ、みそぎがあるだろうと。 でこれは私は今の憲法の問題とも非常に関連性が出てくるテーマではないかというふうに感じますねあ、うんえー、じゃあ、あのー、最後にですけれども、はい、先生が、えー、お書きになっている憲法の真髄と日本の将来日本の未来ですねというのの、えー、プ,ロフィプロフィールですかね、それを少しちょっと説明していただければ。えーあのお 憲法の真髄と日本の未来という書籍3年ほど前に出させていただいてますで副題として明治維新から平成世界維新へということで地球文明研究会ということで我々がこういった先ほどからのその地底世界シャンバラの問題を含めたあー一般のアカデミックな世界ではあまり取り上げられない 文明史なんですねこれを研究調査を重ねてきまして、えー、最後にこの文明研究会これ監修の本なんですけれど、はい、最後にたどり着いた結論の一つとして今のこの日本の憲法問題というのは非常に重要なキーワードになるということこれは日本のみならず世界に対して非常に大きな影響力を持つということですねでそれと南米でもやれている 上空の世界と地底の世界とこの岩と開いていく重要なそこにキーワードがあるということはこの日本の憲法問題と非常に関連性が深いということですね,とですねあとそのちょっと気になったんですけども地底世界とその天空の世界っていうのはどういう関係なんでしょうかこれはまああのいわゆる宇宙船とか、はい、UFO と言われているものこれの、まあえー、地球のその 基地のようになっている地下世界というのはそういう上空とはもう交流している世界なんですねでこの我々が住んでいる地,地上界のみがこれ遮断された世界になっているということなんですねですから岩と開きが起きるということは地底シャンバラの世界と上空の宇宙の諸々の世界と交流し合うようになる時代だと。 いいうふううふに言われているようですね、はいえー、とそうすると、じゃあ、地上世界、地底世界、天上界が全部だいこう、はい、オープンになって、一つになるような感じなでそのキーワードは、実は日本の憲法問題、そして日本に鍵があるということも言われていますああそれをこの本でその一部をあのこの本ではあの説明説、はい、させていただいています、はい、どうもありがとうございました。はいはい